聖堂内、祈祷所、学を多く、台の前に、図教と英体の任にあたる、複数人が同じ場所に集まっている。例図教とは、聖教会において、祈祷文が読まれる行為を言う日本聖教会の用語。聖教会においては、図教者、図教奉仕者によって図教が行われる。図教には、音読するというよりも、歌う姿勢が求められる。一定の音程を保つことで、 祈祷全体の流れを損なうことがないように注意することが求められ、さらに新品及び英体と連携を密に行い、方針例を滞りなく行うにあたり、技量と知識と精神性を要求される役割である。なお、図教者、図教奉仕者は一つの方針例に一人で、当たらなければならない規定は存在せず、複数人が祈祷の区切り部分で交代してこの人に当たること、 英体の任を兼ねることもできる。日本聖教会にあっては、御春行、祭日経といった各種祈祷書のみならず、聖書も福音行、使徒行と呼ばれる。これらは以下の概念を示す特徴である。これらの祈祷書を読む役割には、祈祷書名に合わせて、教の字が用いられることとなり、図教の訳語が成立することとなった。スラブ系の聖教会では、 図教は一定の音階を保ったままで行われることが推奨される。極めてごく稀に音階を自在につけて読まれているケースもあるが、方針例を滞らせたり言葉を崩さない程度に音程を操る技量の持ち主はそう多くはないため、事例はほとんどなく、そのような読み方が正教会において祝福されることもあまり多くはない。ただし、大英賞などの重要な祈祷文が図教者によって、 即興的に若干の音階の変化をつけられて読まれることはあくまで比較的にではあるが事例としては多い。音階を一定に保って祈祷文を読んでいくという点においてはレチタティーボにも似ている面がある。日本正教会における図教のほぼすべてがこのスラブ系正教会の形式に反をとっている。これに対しギリシャ系の正教会では一定の音階を保つのではなく、 祈祷文のイントネーションを生かした音読を行っていく形式が取られ、朗読と大きく違わないものとなっている。聖教会の方針例においては、図教の朗唱部分の割合が極めて大きい。当該方針例中において行われる発生の大半が図教者によって行われることも珍しくない。そのため図教者の役割は、方針ありがとうございます。